はい、皆さんこんにちは。今日はね、水戸長明水いうとこ行ってみようかなと思ってね、ちょっと来てみました。まあ、今日はちょっと取水の方はね、まあちょっとあれ、しましょうか、遠慮しましょうかね。ちょっとよくわからんかったんでね、多分成分表示もないやろうしね。まあ播磨の名水ということでね、一応入っていきたいと思います。でここなんかちょっと墓場なんですよね。はい、それであそこにね、なんか変わって韓国朝鮮人無縁仏って書いてあってね、ちょっと意味が分からへんけど、ちょっとこの辺に住んであったやろうかな、無縁仏って聞いてね。ちょっとあんまり見かけへんのでね、なんかこの狛犬っていうの、狛獅子っていうの、ちょっと変わっとるね、これちょっと。故郷の袋においては胸を叩き、ねえ、相生市長は1995年に作らはったのかな、これ。よし、ちょっと後ろ下がってこう、写しとこうね。あ、これ韓国の方はこれ読んでください。ちょっと分かりませんね。大人もちゃんとされてますね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。どこかな。はいはい、ちょっと分からなかったのでね、この前来たね、法人的不動産のねところに来ましたね。まあ多分ここか、さっきの道ちょっと行かれへんような感じだったかな。うん、これ見て、いけんのかな。ねえ、ちょっと分かりにくいけど、ちょっと行ってみましょうかね。で、まあここ駐車場ありますんでね、ちょっと行ってみましょう。はい、向こうの鳥居をくぐってね、まあこの水戸の狼っていうの、そっちのね、方向に向かいたいのかな。あそこ、水戸の狼ってなんか書いてありますからね、これね。ちょっとしばらくこの道進んでいきましょう。ちょっと行けるかどうか分からへんからね。はい。はい、こういう道をね、歩いてくるんですけど、さっきこの道自転車が降りてきはった人がおったからね、ちょっと驚きましたね。まあ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 、暑いけど、木陰があるからちょっとマシです。目的地に向かってるのかどうかちょっとね、心配です。はい。はい。多少開けたところに来ましたけどね、杖がありますね。まあ、ここからきついんかな。ちょっと坂道ある。で、この横ちょっとね、水が流れてますわ。もしかしたら、ね、水に関係したところやから、繋がってるのかもわからないしね。はい、また進んでみます。はい、水が流れてますよね。もう小さな渓流ですわ。これなんか石の道になってきたし、ね、これ展望台の方に行く道やろね。これね、照明してかあれどこだね。え、はいはい、なんかパイプが出てるとこあるんだけど、まさかこれじゃないでしょうね。分からへんけどね。え、まあ一応映しておきます。こういうとこもあるいう感じでね。はい。はい。急にまたこんなきつい階段に、ね、なりました。展望所が近いんかな。で、なんかこんな人工物の、ね、こんなものがありますからね。なんかあるんやろね。はい。じゃあ進みます。なんか建物みたいな、東屋みたいな、あんなのが見えてきましたね。だいぶ上がってきますよ。見晴らしね。暑いですわ。これだね。はい。よいしょ。ここ上行ったら展望所行くんやろな。え？なんか書いてあるね。蜜を置いて。ねえ。ここね。何も書いてない。
ね、ちょっと一服してください、これ。暑くて暑くて。はい。はい、平田橋いうとこまで来ました。あー、しんど。暑い。はい。ね。はい、ではもうちょいやと思うんでね、行ってみます。はい。なんか行者像いうのがあるらしいですわ。はい、なんか獅子おどしの音聞こえるな。ちょっとせっかくやから寄っていこうか。ね。この下がちょっと登ってきます。はい。はい。工房大使とか。なんかね、あの、行者が困って、こもり張って修行しはった場所やろうか。ね。ドラ穴みたいな。よいしょ。それまで説明がいい皆さんごめんなさいね。説明する元気がない。ああ。はい。それでは行きましょう。はい。あんなとこに獅子落としがね。熱っ。はい。どうやらこれがそれじゃないですか。水戸のね、名水。水が綺麗ですね。ちゃんと石柵も置いてあって。だけどちょっと流量が少ないみたい。あんまり動けね。できへんみたいです。ちょっと飲むのもあれやからやめとこうか。ちょっとここになんか お土産屋さんみたいな。よいしょ。ね。向こうは水戸の狼の参道って書いてあるけど、ちょっと行く元気ないな。疲れた。さらに上行って展望台があると思うんですけどね。ちょっとそれは皆さんのね、お楽しみに置いときますわ。はい。まあそんな感じでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。